劇場版公開記念スーパー戦隊夢コラボ座談会、イエイ、全力全開。戦隊としてご一緒するっていうのが本当に夢にも思わなかったんで、やっぱり1年間ピザすき焼きの謎は食べちゃうんですよね。本当に美味しいぞ。今すごく傷ついています。キータくんが今回が初めましてじゃなくて、他のイベントごとでちょっとご一緒させていただいてて、それ初めて会ったのが1年前か1年半前ぐらい、うん、そうですね、うん、ってのがあって、五色田海斗役のそのキータくんっていうのは本当に今日初めましてだったんで、そうですね、こうやって戦隊としてご一緒するっていうのが本当に夢にも思わなかったんで、すごい嬉しかったし、こうやってお仕事をご一緒するのも初めてだったから、なんかやる気というか、これから頑張っていきたいな、もっとみたいな感じも思いますね。本当になんかもう礼儀正しいし落ち着いてるし、もう言うこともすごいなんかちゃんなんかすごいちゃんとしたこと最初から言えてるなと思って、僕一番最初にこのポジションにいた時に本当に何言ってんだか分かんない自分でもその前のその制作発表とかのとか会見とかこう見直すと、もうみんなに笑われてたんですけど、まあ、それがすごく分かるような、何言ってんだこいつみたいな思うんですけど、今日本当に一緒に話させてもらって本当に堂々としてて、ちゃんといろいろ考えてそれを自分の言葉として出せるんだな、すごいなって思いました。嬉しいです、はい、ありがとうございます。小宮くんはもう最初お会いした時が、まあ、そのすごい懐かしいね、スーパーサイタムービーパーティーのアフレコで一番最初にお会いして、でもその時からなんか一ノ瀬さんって来てくれるんたんですね。そう、なんかその会ったことないのにそういう風に来てくれるのがすごく嬉しくて、うん、なんでこんなに慕ってくれてるんだろうっていう風に思ったのが、まあ第一印象ですかね。すごく好青年で、うん、なんかみんなに可愛がられるんだろうなっていう風に思いました。あの本当に何なんだろう、まあ、もちろん可愛らしくて、なんか綺麗な顔してるし可愛らしい顔だなって思ってて、まあ先ほども言ったように、キータ君写真撮りましょうよ、すごい勢いで言ってくるんですね。すごい、あ、今時の子だなっていう感じもしてて、まあそれがまあ第一印象だったんですけど、今日久しぶりに本当に1年ぶりとか1年半ぶりとかに会って、うん、もうなんかもう全てがガラッと変わっていて、まあ、舞台立ってる姿っていうのも隣で立っててすごい堂々としてましたし、やっぱすごい輝きもありましたし、可愛さも昔から変わらずにありましたし、でそれプラスかっこよさっていうのも兼ね備えてて、でもやっぱ控え室とか行ったら昔のままの小宮くんっていうのが見れて、でそれもなんか変わってなくってすごい嬉しいなっていう思いでした。約1年前初めてお会いしたんですけど、その前からやっぱり竜奏者をちょくちょく拝見させていただいてて、まあ、そこからやっぱり自分も芸能界というかドラマ出演っていうのが初めてだったんで、そういう芸能人の方に会うのが初めてで、本当にもうそういう感覚ですよ、一般の方が芸能人に会う感覚で、すごいキラキラしてるみたいな感じで、なんかやっぱり初めてっていうとこもあって、いろんなことを吸収したくて、一ノ瀬さんって話に行かせていただいたりっていう、本当になんか憧れの存在から始まったっていうのは第一印象ですね。竜奏者もちろん見させていただいてたんですけど、その時はすごくなんかシリアスな、なんてそういう演技が印象的で、そういった方なのかなっていう印象だったんですけど、今日初めて会ってみて、割と控え室とか裏とかでも結構気さくに話してたりとか、まあ、今日もいろんなインタビューを受けさせていただいたんですけど、その時とかも結構そのニコニコしながらだとか結構突っ込んだりだとか、結構そういうところもなんか見れて、あ、やっぱちゃんと人間なんだなっていうそういうことが知れて本当に良かったですね。現場とかやっぱ朝から始まって夜遅くまでやることもあったりだとか、やっぱ生活の乱れとかってすごいあると思うんですよね。さっきはもういかに遅刻しないかとか遅刻した時の謝り方とか聞いたんですけどあと肌のケアの仕方とか、うん、でももう一つ聞きたいのがあって、食生活があるじゃないですか、うん、食生活やっぱお弁当とかも出たりすると栄養とかが偏ったりして、やっぱ健康的にも被害があると思うんですよ。そういう時になんか少しでも体の栄養面とか気をつけてることとかあります？俺はやっぱ弁当だけだとやっぱ添加物っていうのが多いから、
本当にもともと敏感肌ってところもあって、そこで一気に悪くなったので、本当に弁当を食べ過ぎないことと、あの自炊をするっていうのをやっぱり始めましたね、はいはい、やっぱ普通に買って簡単なものから作り始めれば、徐々にその楽しみっていうんですかね、あの次はどういうの作ろうかなっていうのもありますし、まあ、最近はまあ便利な世の中にもなりまして、うん、なんかゴロゴロしてたら運んできてくれるっていうのもありますから、まあ、そういうのも手なんじゃないかなっていう。あやっぱ弁当ってありがたいじゃないですか、はい、めちゃくちゃね、めちゃくちゃありがたい、だから食べちゃうんですよね本当に。でも、もちろん朝昼晩って出る時もあるじゃん。その上でなんかその例えばこれは食べ過ぎないだとか、うん、なんか自分でプラスワン何か持ってくだとか、ああ例えば家帰った後に例えばサプリメントとかでビタミンが取れてすごいものとか、うん、朝起きた時に何か食べるとか、もう答え出てるじゃん、うん、答え出てるから、それ何かあったりするのかな。僕は野菜ジュースの一覧さん、あ野菜ジュース、うん、なんかそれ、まあ、気休めみたいなことも言われることも多いですけど、うん、でも実際野菜がどうやっても不足しがちになっちゃう、うん、そういう特に3食弁当だったら、うんってなったらやっぱその何かプラスして取れるものっていうか、まあ簡単に持ってこれてで簡単に取れるってなったら、まあ僕は野菜ジュースとか、あとはちょっとあれですけど揚げ物の衣を剥がして食べる。おおモデルみたい、すごいモデルだ。絶対俺より一ノ瀬さんに聞いた方が良かった、さっき思った思った絶対そっちの方が良かった。いやだから本当になんか気づくのがやっぱ映像がすごく綺麗っていうのももちろんまあそうですし、うん、映画とかでやっぱ抜かれることってすごいやっぱ主役だと多いので、うん、肌の細かいあれとかもすごい気になってしまうんですね、うん、そういうところもやっぱ忙しいですし、寝る時間とかもやっぱ比較的そんなに多くないですし、食生活でも偏ってしまうので、うん、そういうところすごく聞きたくて、うん、僕もそれでこの戦隊始まってから朝スムージー飲んでサプリメントも取るようになりました、うん、すごいちゃんとしてもう大丈夫ですね、うん、2人よりやってることに気づいてしまって必要なかったすいませんでした、うん、難しいですね。あでもやっぱあのメンバーっていうかキャスト人間体のキャストがいないっていう、はい、でも変身する、ま、の変身したらアクターさんに変わるじゃないですか。そうです、アクターさんと変わったら本当に一心同体っていうか、はいはいはい、自分自身みたいな鏡みたいな存在に多分この1年になると思うから、俺は本当に伊藤茂樹さんっていう方がレッドしてくださってたんだけど、もう撮影が被りしで本当にたくさんお話ししてコミュニケーションをたくさん取るようにしたから、やっぱりコミュニケーションって大事なのかなって思います。あなるほどね、自分の変身した姿のアクターさんと、うん、なんかこうしてほしいっていうのも要望したらしてくださるし、こういう五色だカイト像を多分、うん、言ったらやってくれると思うしっていう、なんかアフレコの時に初めて気づくこととかありますもんね、うん、うわこんなことしてたんだみたいな、そう、そういうとこもやっぱコミュニケーション取ってしっかりね、うん、やっていくべきなんでしょうね。ですねやっぱり1年間ちょっと声小さいですね1年間やっぱその一つの役をやるっていうことなかなかないと思うんで、それはもうその本当キャラクターをいかに面白くするかというか、まあその深みがあるキャラクターにするかっていうのは本当に小森君次第なところはあると思うんですよ。僕とかは特にこうずっと勉強とか してきたし、なんだろう、これは国語とかも答えは一つでやってきたんで、最初台本読んだ時にこう監督に全然違うって言われた時にもすごいショッキングだったし、なんかそういう意味ではなんかすごくお芝居の世界ってすごく面白いなって、うん、なんか別にでもお芝居の先輩だもんなって、いやいやいやだからあれですけど、でもやっぱなんか本当に1年間やれるから全然楽しんで思い切っていろいろやってみるっていうのがいいのかなって思います。なんかそれを言うまでもないかもしれないですけど、僕自身としてはやっぱそういう固定観念にこう囚われてっていうところの時期もやっぱ最初のことが特にあったから、でもやっぱり一緒にやってくれるアクターさんたちとかもすごいベテランでいろんなことを知っていらっしゃって、まあそれこそ僕とかもお世話になったし、まあ過去のこういうなんだろう今出てきてる方々とかのまあがどうその時どういうことをしてたとかすごい参考になることをたくさん教えてくれると思うんで、そういうところを聞いてたくさん盗んで
1年間やってもらえればなって思います。なるほど。これも一筋縄じゃいけないですからね。こんな難しい、こんなとけばいいっていう、難しい、ね、そういうもんじゃないですからね。一筋縄じゃいけない。これも先輩として見せてもらいたいですよ僕は。こいついやでもね、やっぱりそうですよね。これ最初にやった方が特設ありますからね。おいしいぞこれはね。でもみんな、うん、おいしいぞっていうのがね、毎年あのソーセージが出るわけですよまだ経験してないことですね。そうなんですよ。まあでもね、その時にも CM に出していただいて、でまああの河野おいしいぞがすごい強いと。なるほどね。ツイッターですごいたくさん書かれて、はいはいはい、イベントがあるごとにおいしいぞと言っていたらみんな喜んでるそれが自分のキャッチフレーズみたいになってるってことですか。そうです。だからね、そういうのを一つ持っていれば強いですよね。なるほど、なるほど。もう一回いいですか。もう一回やんのかおいしいぞ。メロ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 にできました。これでもファンはやっぱメロメロ。ああ確かに喜んでくれるね。いやジュールがやっぱり喜ばせるってなったらなんだろうこれ頭抱えるね。でしょ、難しいよね。難しい、うん、いきますよ、みんな俺たちとひらめこうぜ。素晴らしい。やっぱみんなでねすることが大事だから、多分これも楽しんでくれると思う。説明しなくていいから、うん、あの言い訳です難しい、大丈夫、全然難しいから大丈夫。僕2個あるんですけど A か B どっちがいいですか。じゃあ B でお願いします。 B は OK です。ちょっと近づいて失礼します。ちょ近づきますね。いいですか。はい、全力全開ありがとうございます。このテンションで今すごく傷ついていますでもそうですねでもやっぱりこう流走者をずっと見てくださった方々とか、まあ、僕たちにとっても32話から33話にかけて、特に33話は本当にすごく印象に残っていて、僕たち自身としてもやっぱ演芝居場だったところもあって、すごくそこを通過したことによって流走者が大きく成長することになったターニングポイントでもあるところを拾ってもらったっていうのが 32.5 話なので、やっぱりそのなんですかね、まあ、みんなにとってもすごく記憶に残ってるところだと思いますし、僕たちにとってもすごく大事なお話なので、そこを拾ってもらえるっていうのはすごくありがたかったですし、まあ、ぜひ1年かけて成長してきた僕たちもこう現れてきているとは思うので、そこは楽しみにしていただけたらなというふうに思います。あとまあこの1年でいろいろあって、まあ、いろんな思いが込められた作品、僕たちみんな持ってる作品なので、まあ、ね、皆さんの心に残る作品になることは間違いないと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。マシン戦隊キラメージャーのビーバップドリームっていう作品なんですけど、これはあの主に夢の世界の物語となってまして、そこに壇蜜さん演じるミンジョとレムードンがあの人間の世界を壊そうとしてくるんですけど、やっぱ夢って楽しいし、怖い夢もある、いろんなそういう世界観の持ったあの場所なので、なんて言うんでしょう、キラメージャーがみんなの夢憧れでいれるよう、すごいやっぱりコメディー感満載、笑えるし、最後はあの楽しめる、最後まで楽しめる作品になってますね。なんといってもあの水石アトム演じるあのしぐるさんがかき氷に挟まれてるっていう予告映像を多分皆さん見てると思うんですよ。嫌な思い出が蘇りますねっていうことで、それもねすごい楽しみにしていただきたいです。ぜひあの劇場にお越しください。ピザすき焼きの謎もあるので、ちょっとこの辺りこれピザすき焼きの謎はあの劇場でぜひ確認してほしいんですけど、まあ、そうですね、前回じゃ、まあ、他の2作もいろんな思いがあると思いますが、まあ、僕たちは始まりの第1作目としてそれなりにあの覚悟も決めて全力全開でやってきましたし、なんでしょうね、やっぱり2作と違って2作と違った新鮮味のある面白い作品となっています。何よりもあのレジェンドの誠直哉さんも出演していただけるということで、なおあの盛り上がる作品になっていると思います。ぜひあの前回じゃ始まりの一作を劇場でご覧ください。
スーパー戦隊ムービーレンジャー2021絶賛公開中です。みんな見てね。全カイジャーもよろしく。ムービーレンジャー豪華3本立て。ここどこ？私は夢の中を思いのままにできる。キラメイジャーが夢の中で大ピンチ。ひらめきーングスペシャル、行くぞみんな。マシン戦隊キラメイジャーザ・ムービービーバップドリーム。ケボーン流走チェンジ。流走ジャーが帰ってきた。これは俺がバンバから聞いたあの日の物語だ。ほんま俺も負けてられんわ。騎士流戦隊流走ジャー特別編メモリーオブソウルメイツ。新戦隊全カイジャーが映画で初登場。やっほー、ピザすき焼き食べようって盛り上がってたのに。お前バカじゃないのか。結果出すまで全力全開だ。機械戦隊全カイジャーザ・ムービー赤い戦いオール戦隊大集会。スーパー戦隊ムービーレンジャー20212月20日参上。特典付き前より券発売中。